はい、白秋の点字講座です。ここにありますのは白秋点字手本書き順付き手本で出力したものです。この特徴はこういう外枠をつけたりマス目をつけたり、あるいは書き順をつけたお手本を出力することができます。それでは水という字を書いてます。理想的な水を書いてますね。こういうミスですね。いろいろ書いてみましょう。ここのですね、この辺りの表現の仕方、これはこう開けました、これも開けました、これはこの立つ線に対して左に出さないようにしました、これはこの立つ線に対して少しここ出しました、このように出しました。こう出さない書き方しますと、実際は、これが美しい文字なんですが、この書き方を書くときにですね、この書き方はこの左側を開けることが大事なんですけど、こう開けてこちらを少しこう出しておいた、左に突き出てここの余白を少し狭く見せるようにした書き方がいいと思います。これはこの部分が全く出てないとこうぬっぺりしてですね、ちょっと軽い感じになります。ちょっとこれもう一回書いてみますね。こうして、こうして、こう気をつけてください。左出さないしましたね。なんかちょっとこの辺がですね、ちょっと軽い感じしますね。この辺少し達成にクロスさせた方が美しく見えますね。あとそうですね、水の書き方で注意しなくてはいけないのはこう羽の、ここの羽の部分ですね。羽はですね、拡大するとこうしてこうゆったりこういうふうに、ここにゆったりした間を持つような方ですね。これがいい書き方なんですけど、悪い書き方はですね、悪いっていうか感心できない、後半字。そうすると、ここの空間がこう狭い。これはここの空間がゆったりしてますね。ですから、おおらかな雰囲気になります。ちょっと二通りこう書いてますね。このようにですね、こうゆったりした、こちらも、こちら3、まあ以上、水の型について終わります。